1977年の沼川駅と周囲約500メートル範囲。左上が南輪っかない方面。相対式ホームに面に線と駅舎横の貨物ホームへ引き込み線。駅裏側に副本線とストックヤードを持っているが扱うべき貨物の姿がない。かつては駅裏のヤード南側のちょうど水路が直角に曲がっているあたりに馬力線の植民軌道。 沼川線の大きな屋根を持つ停留所が置かれ、軌道はさらに、ヤードを縦断するように伸びていて、幌の部屋口の北沢や、豊富屋口の有明方面から運び入れた多くの木材や石炭が周囲に望みされていた。右下に本線と並行して水路脇を南東に向かう軌道跡が白く残されている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成沼川駅は、北海道は加内市大麻小江戸井村麻沼川に、あった北海道旅客鉄道店北線の駅である。電報略号は沼。天根北線の廃線に伴い1989年5月1日に、廃駅となった。廃止時点で、短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、 線路の東側に存在した。その他1983年時点では、おといネップ型から分岐し、駅舎南側の切りかき機部分の貨物ホームへの貨物属性を一線有していた。ただし分岐機近くに車止めが置かれていた。かつては相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。1983年時点では使われなくなった。 外側の一線は交換設備運用廃止後も側線として残っていた。なお、分岐器は両方向とも維持されていたが、分岐器近くに車止めが置かれていた。また、本線の南はかない方から分岐した分岐器が撤去され途中に、車止めの置かれた行き止まりの側線を一線、有していた。無人駅となっており、有人駅時代の木造駅舎が残っていた。駅舎は、 校内の東側に位置し、ホーム中央部に接していた。事務室の窓だけアルミサシとなっており、待合室など他の窓は防寒のためにビニールで折っていた。1983年時点の簡易委託の駅、勤とむは植木好きの元漁船長で、駅横にくぬぎなどを植樹していたという。また、1933年から1964年まで、 駅裏に植民軌道を滅のませんの停留場が置かれていた。当駅の所在する地名より、小さな集落があり、落農地帯となっている。駅前道路沿いに民家が並び、駅裏は湿地帯となっていた。2001年時点では、ホームと駅名標、駅舎解体後の土台が放置され、藪の中で朽ちている状態であったが、その後撤去された。 2010年時点では、旧駅構内に小公園が整備され、裏手には、ホーム跡も残存していた。公園には、レプリカの駅名標と、旧駅舎の写真を転写した、旧 JR 天北線、沼川駅舎と記載されたパネルが設置されている。かつて当駅から、宗谷本線幌延駅へ、簡易軌道幌沼線が運行されていた。滅延停車場、 沼川停車場間 34.9km、基間 762mm、動力は割り切、農業開発が目的であった。戦後の離農者の増加による人口減及び施設の老朽化、さらに周辺道路の整備に伴い部分廃止を経て1964年全線廃止となった。2011年時点では残存施設はない。ありがとうございます。